続いて行われます競技が本日の最終種目となります。男子マディソンです。2人チームのポイントレースを考えていただければ分かりやすいかと思います。チームをご紹介いたします。1番岡山チーム、原田博明君、渡辺翔太。2番法政大学 A チーム、新村みのり君、寺崎浩平。4番東京チーム、馬渡慎也、伊藤和樹君。5番法政大学 B チーム、鈴木浩平君、白垣亮介。
ームに来て81回ここでベル、次の周回がポイントです。8番のチーム、上に上がって上から交代するようにしてください。下で待たないように。
現在トップは黄色青のユニフォームの金田体育大学。このホームで周回数ラウンド62回、あと2回でポイントがきます。ベルが鳴って金谷体育大学、次の周回トリックの周回です。2回目のポイント、1着6番、2着1番、3着2番、4着4番、6、1、2、4。8番、中京大学チーム、3ラップです。マイナス3ラップです。降りてください。8番中京大学チーム、8番中京大学チーム、降りてください。
9番朝日大学マイナスワンランドです。3回目のポイント終わった時点でトップは法政大学 A チーム12点、2位岡山チーム9点、3位鹿屋体育大学チーム7点。
あと22回。選手に連絡をします。バンク上部を走る場合、あまりに低速だと滑る恐れがあります。バンク上をあまりにゆっくり走らないようにしてください。なお休む場合、下に降りることはできません。休む場合も上に上がってください。下で休まず上に上がってください。残りあと9周です。4回目のポイントを終えた時点でトップは法政大学 A チーム17点、2位は岡山チーム12点、3位は鹿屋体育大学チーム8点となっております。
周回数残り5回。